はい、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は仮面ライダーセイバーからのデラックスジオー降臨歴ワンダーライドブックいきたいと思います。はい、ディケイドとねジオーが同時発売だったんですけれども、まあレジェンドライダーのねワンダーライドブックがはいスタートしました。でまあ変身後というよりはもうジオー単体のイラストと、であとはベルトにセットで、ゴースト01ジオー、うん、でこのイラストなんかどっかで見たな、これ食玩のパッケージじゃないか、なんかね、既視感があるイラストなんですよ、これ。はい。ってなわけでね、ちょっと中見ていきましょう。まあちょっと別の動画でもお伝えしたんだけどね、デラックスで出る、食玩で出るはいいんだけどね、まあレジェンドだとね、一番ネックなのがガシャポンなんで、それがちょっと怖いっていうのと、一番怖いのはやっぱりね、ガンバライジングなんで、そう、ほんと怖いなぁ。まあ出たらね、集めたいは集めたいんだけど、ガンバライジングに関してはなんか年々ね、確率がひどくなってきてるから、怖いなといったところです。では1ページ目。はい、クレストです。で、とある時代が終わりを迎えた時、最高最善の降臨した。あ、やっぱレジェンドね、そのセリフの後ろに流れるベルトの音声の一部、これが嬉しい。はい、そして2ページ目いきましょう。ジオーと時間切れード。では、ベルトトレンドでいきたいと思います。で、こちらも一番ね、画面で言うと右なので、まあ、これ単体の音声と、あと、ブレイブドラゴンとの組み合わせでいきたいと思います。はい、そしてスキャンです。
はい、以上音声でした。この音声がたまんなかったね。はい、でまあこちらね、同時発売でディケード、そしてこちらね、まあ発売済みなんだけども、俺様は牙であるのワンダーライドブック、それぞれね個別でアップしますので、ぜひともよろしくお願いいたします。まあ10周年ディケード、20周年ジオ、次の30周年はどんなライダーなんだろうね。うん、まあでもほんとね、ガイムがもう7年だっけ、すごい早いですよね、時が経つのが。もう恐ろしいわ。もう一年一年がね、あっという間にね、経っちゃうからね。いや、もうほんとね、気づいたらもうそんな経つのみたいな作品とか出来事があまりにも多くてね、もう混乱します。はい、そんなわけでね、以上、ドヒャッピーでした。ご視聴ありがとうございました。で、ここ最近はね、ちょっとセーバー関連の玩具集中的に動画はね、作成してアップ、してますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、以上、ご視聴ありがとうございました。他の動画でお会いいたしましょう。